はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は星5配布が決定したということで、クラス別解説、クラス別解説ライダー編やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの動画なんですが、あくまで性能を踏まえた上での解説となっております。もし会いに行きたいよっていう方に関しては会いに来てください。愛に勝るものはありません。ではもう早速やっていくんですが、今回星5ライダーの配布に関してはこの4体となっております。全体が3の単体が1という形ですね。ではもう左から順に、パーッと説明していくんですが、まずエウロペです。エウロペに関なんかね、寝起きだから多分ね、滑舌が良くないです。エウロペなんですが、まず第1スキルで自身に無敵を3回付与し、弱体耐性ダイアップ3回。第2スキル、自身のアーツ性能アップ、バスター性能アップからの NP を増やす。第3スキル、敵全体に確率で魅了状態を付与、一旦の防御力ダウンの繰り発生率をダウンとなっております。でそのまま宝具いくんですが、宝具に関しては自身のバスター性能を一旦アップし、オーバーチャージで効果アップ、防御力をダイアップ、そして敵全体に強力な攻撃となっております。で一応コマンドカードに関しては Q1 枚アーツ2枚のバスター2枚という形ですね。でスキル構成から見ていくんですが、まあ第2スキルが NP を増やすということで NP チャージ持ちとなっております。でこの倍率なんですが、レベル1で 20%、 レベル10で 30% ということで NP チャージ 30% 持ちとなっております。でまあこの第2スキルも優秀なんですが、第1スキルも優秀だね。これスキル間にすることで、まあ6ターンに1回周期で、無敵を張ることができるんですが、これターン制限がないということで、まあ実際のところ6ターン耐久することができれば、また無敵がリポップして、まあもう一度リチャージですね、して耐久することができるってなった時に、第1スキルはすごい耐久できるスキルになってるかなと思います。で第3スキルに関しては確率魅了、これ 60% です。で、防御力ダウン、クリティカル発生率ダウンをつけてくれるということで、まあわりかしそこそこ使えるデバフじゃないかなと思います。で宝具に関しては、まあ自身のバスター性能アップ、防御力ダイアップということで、まあ火力を出したいなとか、ちょっと耐久したいなっていう時に使ってあげると、まあまあいいんじゃないかなと思います。まあバスター性能アップ、普通に宝具打つだけで使用、火力アップするんで、第2スキルと合わせてバスターチェインなどをしてあげると、割といい火力が出てくれます。そして次アキレウスですね。アキレウスに関しては第1スキルで急性能アップ、クリー力はアップ3ターン、共に3ターンですね。で第2スキルで自身に無敵状態を2回の5ターン付与し、防御力を3ターンアップ、第3スキル、自身にターゲット集中状態を付与、 NP 獲得量をアップ、そして NP を増やす、共に1ターンとなっております。そして宝具なんですが、宝具は自身の急性能を一旦アップ、オーバーチャージで効果アップの敵全体に強力な攻撃となっております。でコマンドに関しては Q2 枚のアーツ2枚のバスター1枚という形ですね。でまあスキルから見ていくんですが、スキルに関しては第3スキルがまあ安定して優秀です。第3スキル NP チャージ持っているんですが、これはレベル1で 20%、 レベル10で 30% を増やしてくれるということで、アキレウスも NP30% 持ちとなっております。そして耐久ができる第2スキル、まあ無敵2回の5ターンということで5ターンしか持続しないんですが、まあ2回無敵張ってくれるだけで耐久がそこそこしやすい。でも早めに無敵を処理しちゃって防御力アップの方にかけるっていうのもわりかしありかなと思います。で急性能に関してはまあ宝具を打つ際に使用してあげると、宝具を打って星を出す、その次のターンにクリティカルで殴るという運用方法ができたりするんで、わりかしおすすめとなっております。でまあ第3スキルターゲット集中あるっていうのも一旦耐久することができるって考えるといいね。まあ第2スキルと合わせて、第2、3スキル使用してあげると、まあ単体宝具だった場合に2回まで耐えることが可能となります。で、宝具に関してはまあ急性能アップつけてくれるということで、まあ第1スキルと合わせて急性能アップしてあげると、やはり星に関しては程よく、飽和してくれるという形になります。でアキレウスに関してはスカディシステム、することが可能となってはいるんですが、
アキレウスに関してはシステムを組む際、まあ宝具レベルが高いのが前提でもあるというのと、スキルレベルをちゃんと上げていないとシステムを組むことができないということがあったりするんで、そこだけ注意してください。ただまあスカジーシステムに関しては宝具レベル1でもスキル間にしていれば確かできたはずです。はい、そして次オジマンディアスですね。オジマンディアスに関しては今回の星5の中でも、単体宝具となっております。唯一の単体宝具ですね。スキルに関しては、味方全体の攻撃力を3ターンアップ、皇帝特権自身に様々な効果をランダムで付与、第3スキル味方全体の NP を付与し、強化成功率をアップとなっております。で宝具に関しては、敵単体に超強力な攻撃宝具封印状態を1ターン付与し、防御力をダウンという形になっております。そしてコマンドは Q1 枚のアーツ2枚のバスター2枚という形ですね。でオジマンディアスなんですが、第3スキルがねすごい優秀です。この味方全体の NP を増やすなんですが、これスキルレベル上げ関係なしで 20% 固定で増やしてくれるんですが、これに関してはスキルレベル上げというのが結構重要となってきます。なぜかというと強化成功率アップ、これがね強いんだよね。このスキル、スキル間にしておくことで 40% 強化成功率はアップしてくれるんですが、スキル間にすることでこの皇帝特権を確定で、発動することができるということになります。この皇帝特権なんですが、自身に様々な効果をランダムで付与というので、自身の攻撃力アップ、防御力アップ、そして HP を回復あるんですが、攻撃力と防御力に関しては確率で 60% となっております。ってことはこの第3スキルスキル間にすると 40% 成功率アップということは 100%、攻撃力アップ防御力アップをつけることができるってなった時に、皇帝特権倍率として攻撃と防御力を 40% アップしてくれます。そしてさらに、HP を3000回復してくれるということでめっちゃ強いです。でまあこれスキル間にしてると556なんですが、6ターン周期で HP3000 回復しながら、防御力と攻撃力を 40% 上げてくれるって考えた時に、あ強えな、やっぱスキル間結構重要だなと感じるサーバントかなと思います。でカリスマ B に関してはまあ結構いいカリスマのバフとなるんで、まあ周回要因のバッファーとしても割と使えるかなと思います。で宝具に関してはまあ、宝具封印状態付与防御力ダウンなんですが、まあ、防御力ダウンは割と優秀で、最近ね宝具封印状態付与っていうのが結構高難易度で刺さるようになってますってなった時に、この宝具に関しても結構優秀かなと、個人的に思っております。あとはまあ皇帝特権、刺さってる状態でバスターチェーンのバスター宝具とかしてあげると、火力に関してはおかしいぐらいに出てくれます。クリー力アップしてなくてもなんか9万ぐらいポーンって出てくれるね。そして次ドレイクさんですね。ドレイクさんに関しては、まずスキル構成が、第1スキル味方全体の宝具威力と攻撃力をアップ1ターン、第2スキル黄金率で自身の NP 獲得量アップ3ターン、第3スキル星の開拓者の自身の NP を増やし無敵貫通状態を3ターン付与の、スターを獲得となっております。そして宝具に関しては敵全体に強力な攻撃スターを大量獲得オーバーチャージで効果アップとなっております。でコマンドは Q1 枚のアーツ2枚のバスター2枚という形ですね。でまずドレイクさんなんですが、第3スキルがめっちゃ優秀です。この第3スキルなんですが、スキル間にすることで NP を 50% まで貯めることができます。でレベル1でも 30% 貯めてくれるということで、まあ実質 NP チャージ持ちの工場の中では、一番最大で貯めてくれるという形です。 NP50% 持ちです。そしてそこからスターを獲得で、スター獲得してくれるし無敵貫通も3ターン付与してくれるということで、わりかし高難易度でも刺さったりする場面が多かったりします。で、第1スキル宝具威力と攻撃力アップなんですが、まあ基本これに関しては、まあ、宝具を打つタイミングで使用してあげると、火力の底上げができるっていう感じですね。そして NP 獲得量アップに関してなんですが、これに関してはライダークラスということで結構刺さりやすかったりします。ライダークラス基本星を一番吸う、サーバント、クラスとなっているんで、この第2スキルと第3スキル合わせてあげる、もしくは宝具でスター大量獲得、これ確か宝具打つことで20個確定で持ってきてくれるんですが、それと合わせてあげるってやった時にまあ強いって感じになります。
で敵全体に強力な攻撃してくれるんで、まあほどほど、火力に関しては出てくれたり、してくれますという感じですね。ということで、まあ全体的に軽くお話ししてきたんですが、まずこの中でどれを交換した方がいいかというと、やっぱりドレイクさんおすすめとなっております。なぜかというと NP50% 持ち、これが優秀かつ砲を撃った後のクリティカル運用っていうのがすごいドレイクに関してはしやすいということで、まあ持続的な火力をすごいやりやすい、サーバントになってるんじゃないかなと個人的に思っております。あとは初期のサーバントとなってるんで、スキル上げが、最近実装されたサーバントよりも比較的にしやすいっていうのもおすすめできるポイントなんじゃないかなと思います。そして次なんですが、個人的にはオジマンかな。なぜかというと、やっぱ第3スキルで味方全体に NP20% ばらまきつつ、皇帝特権確定にできるし、攻撃力アップを味方全体につけてくれる、優秀だね。で宝具に関しても単体宝具ということで、そこそこの火力を見込むことができるってなった時に、やっぱりオジマンディアモスも相当優秀かなと個人的に思っております。でそれ以降エウロペか、まあアキレウスなんですが、まあ正直なところどっちでもいいかな。スカリーシステム組みたいっていう方に関してはアキレウス交換しようねでいいし、まあ耐久をしながら、全体宝具で殴っていきたいよっていう方に関してはエウロペ交換しておけばいいかなと思います。ただエウロペに関しては最近実装されたサーバントということで、スキル上げ等がちょっとしにくいなと個人的に思ってるんで、そこだけは、注意しておいてください。ただこう考えるとさ、もう左から順に NP30%、NP30%、味方全体 20%、NP50% チャージ持ちって考えた時に、ライダーの単体、全体、工場のサーバントは魔境ですね。正直全部強いです。なんかライダークラス、誰交換しても正直なところ後悔はしないと思いますって言える、クラスの一つなんじゃないかなと個人的に思っています。まあただおすすめとしてはやっぱドレイクとかオジマを交換すると今後の攻略で割としやすくなるんじゃないかなと思います。まあ周回も含めだね。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価よろしくお願いいたします。次回はアサシン編です。それじゃあバイバイ。Thank you.